ろ優勝して行け行け行け、うわーホームラン行ったと思ったのに、やっぱバンテリンヒルロ打てない、打てない、また打てない。へえ、周平またゲッツーかよ、もうええって。お前が打たなきゃ誰が打つ、復活してくれ。加藤翔平、加藤翼、加藤拓磨、加藤多すぎじゃね、気の毒正捕手でよくない、くそあと1本で勝てたのに、あと1本が出ないんだよ。結局負けても次の日見ちゃうんだよな、この野郎。デッドボール当てやがって。さあ今日こそは勝つ、 CS 行きてー。鈴木博士、鈴木高政、鈴木翔太、鈴木大久保、セーブ王はライデル、一択でしょ。そろそろ若手出てこんかな。立浪監督誕生、期待しかない。チャンスでまた点取れん、チャンス弱いな。もうツイッター荒れてんな、テラス席作んないのかな。東京ヤクルトスワローズには勝てん、なんでバントできないの、もうなんでだよ。2勝1敗は最低条件、沼ってしまった、もう終わりや。狙い撃ち、ダダ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 多いな、ヘラヘラすんなって。ホームランはないって。またよし、お願いだから残留してくれ。三好ってそういえば稲葉監督に期待されてたんだよね、キャンプ当初は。村上宗隆に何回打たれんの。メンタルは強い方です。あ、もう見るのやめた、もう見るのやめた。まあでもやっぱ見るか、やっぱ見るか。山田哲人に何回打たれんの、もういいって。優勝がしたい。与田さん人柄はいいんだけどな、来年こそは優勝するからな。リーグ優勝って何ですか。ルシーちゃんと見ろって、よそ見してんじゃねえよ。連勝したのに連敗したら意味ないって。ロースコアか、もう飽きたな、さすがに。笑えねえ。大野雄大が龍のエースや。うん、やっぱドラゴンズが好きだ。